ちは劇団スカッシュだ。はい、今日はですねこちらでございます。こちら機動戦士ガンダムユニコーンの一番くじ、このユニコーンのですね一番くじ、こちらがですね今出ておりますので、それをやってできました。実はこの間発売10月の末だったんですけど、当日2回だけやりまして、ですねこちらの、ラバーストラップ、これがねいい賞だったかな、まあドベなんですけど、これシナンジュのラバーストラップが当たりまして、あとはこちらのD 賞、おめでとうございますって呼ばれたんですけど、D 賞でした。 D 賞のこのクリアファイル、これは2個セットのやつですね。 A 賞のこのでかいフィギュアがあるんですよ。 A 賞欲しいなということで、先ほどですね5回引いてまいりました私。ただまあ結果から言うと、まあねこの表情を見ていただければ分かるように、 A 賞は出なかったんです。ちょっと悔しい、本当に悔しいですけど、何が当たったかというとこちらでございます。ててまずはこちらの D 賞クリアファイルが5回中3回クリアファイルでした。このね一番くじあるあるクリアファイルがどんどん溜まっていくと、もうね学生じゃないんでね、仕事でクリアファイル使うことあるんですけど、なんかね仕事の書類これに入れて相手に渡すわけにもいかないじゃないですか。普通さなんか透明のやつじゃん、クリア、本当のクリアファイルじゃん。これクリアファイルだけど本当のクリアじゃないじゃん、これ絵が入ってる。おーいいじゃん、これは結構皆さん全員集合的なクリアファイルですね。この2種類、そしておこれもいいじゃん、ほらフルフロンタルとシナンジュね。今日はあの下半身フルフロンタルでお届けしてますけど、皆さんには見えてないですけど、下半身フルフロンタルでお届けしてます。そしてあーこれはバンシーだ。おこれはほらバンシーバージョンね、まあ、いくつあっても困らないのがクリアファイルなんですけど、さすがにちょっとクリアファイルが増えてきたなっていうのありますね。はい、ということで D 賞のクリアファイル、そしてですよ、先に D 賞を紹介したっていうことは、今回は E 賞のラバーストラップ、こちらは当たりませんでした。次に当たったのはこちらでございます。ててはい、こちら C 賞のグラスが当たりました。ちょっとねこのグラスに関しては酒を飲むグラスをちょうど探してたので、これはちょっと嬉しいです。一個一個見ていきましょう。まずはこちらかな、これがねなんかちょっとビールとか飲むにはちょうどいいんじゃねえかなと。この柄もそうですし、ほらね、これはだからユニコーンの多分覚醒バージョンということでしょうね。そしてこちら、これはだから可能性の獣タペストリー的な、そういうデザインでしょうね多分ね。瓶ビールを注ぐ的な、あちょっとだけ変な匂いがします。ということでですね、今回はあれなんですよ、なんかね大きいのが当たらなかったんでちょっと残念なんですけど、ただ皆さんこのですね一番くじというものにはラストチャンス的な、セカンドチャンス的な、あダブルチャンスか、ダブルチャンスキャンペーンっていうものがございまして、こちらのですねバンプレ ID なるものをスマートフォンやパソコンから入力することによってですよ、抽選で50名様になんとこの A 賞と同じものが当たるというダブルチャンスがあるんです。ダブルチャンス、前回2回、今回5回で、すでに6回分は抽選しました。すべて外れております。そして皆様に先ほどお見せしたこちらがラストの1個になるわけです。これをね私はこの1個にかけておるわけですよ。今まさにですよ、まさにここにですよ、今こうやってバンプレ ID、 あ間違えた、バンプレ ID を入力して683999いきます。ゲームに進みました。まさにこの A 賞、これが当選数50個ですよ。だって50個もあったら、だってさあキャンペーンにチャレンジ、こういうですねくじになるわけですね。さあこのガラガラを参ります。皆さんも祈っててください。さっさと残念、早かったな。
残念が出るまで早かったな。このねダブルチャンスダブルチャンスね、なんかそれなりに挑戦してるんですけどね、もうどうにも当たんないですよね。残念ながら何も当たらなかったんですけど、まあまあでもこのねグラス、まあ、実はいただいたものでグラスが家にもう一個あったりするんですけど、なかなか A 賞は当たんないですね。皆さんはどうですか？皆さんは何が当たりましたか？コメントとかまたツイッターで、教えていただけると嬉しいです。はい、ということで今日はこちらでございます。ガンダムユニコーンの一番くじを引いてきたよという動画でございました。じゃあね。